僕の周りだとたまに光回線引いてなくってモバイルで全部やっちゃう人ってのがいるんですけれども、自宅に光回線を引くことのメリットどんなものがありますか？モバイルだと流せるそうめんの量に上限があるような感じなんですけれども、光回線だとそれがないのでずっとそうめんがたくさん流れてくるのでずっと満足できるっていうイメージだと思います。こんにちは、ギズモードジャパンガジェットコーディネーター金本です。皆さんインターネット使ってますか？もうテレワーク、仕事に、もう家でのエンタメ、もう毎日毎日インターネット使いまくってて、まあインターネット使わない日ないですよね。意外なことなんですけど、こういう環境下でもね、やっぱり光回線を家に引いてない人って結構いるんですよ。光回線何がいいのって聞かれた場合にうまく説明するのがね、なかなか難しいなっていうふうのも感じてるんですね。でそこで今回インターネットのプロ専門家の方に光回線の何がいいのかというのをお伺いすることにしました。じゃあ行ってきます。今回光回線の良さを伝えるにあたって例えるものが必要かなと思いまして、この流しそうめんを用意しました。レールが回線を、それから中を流れるそうめんがデータを、まあ、この例えるのにぴったりだなと思って、今回お話を伺うのは光回線ソネット光プラスを展開しているソニーネットワークコミュニケーションズの高尾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど高尾さん、はい、光回線を僕人にお勧めするときに早いことがいいことだってよく言うんですけれども、実際その早いってどういうことなんでしょうか？早いというのも一つメリットなんですけれども、もう少し具体的に言うと時間あたりに使えるデータの量が多いというのがメリットになります。なんかこのそうめんに例えるとどういう状況なんですかね？そうですね、そうめんに例えるとまず光回線が理論上、最大 1GBps で、ADSL だと 50Mbps になるんですね。はあ、ははあ、だいたい20倍ぐらい違う計算ですかね。そうですね、なのでこうそうめんに例えると ADSL だと1玉、光回線だと20玉流せるようになるというようなイメージです。はあ、はあ、なるほど、まあ、お腹空いてる人はもう迷わず光回線使うんですね。そうですね、光回線で IPv6 がいいというキーワードを聞いたんですけれども、この IPv6 というのはどういうものなんでしょうか？そうですね、 IPv6 は IPOE という接続方式が使えるものになるんですけれども、うん、こちら例えて言うならば IPv6 専用のレーンをご用意するよというようなものになるんですね。従来の接続方式だとこうレーンをたくさんの人でシェアして使うような感じになるので混み合ってしまうようなこともあるんですけれども、 IPOE は IPv6 専用になるのでよりスムーズにこうデータが流れていくようなイメージかなと思います。そうめんで例えるとお店に行ったらいつでも空いてる竹があって、そこにいつでもザブザブと20玉分のデータがそうめんが流れてくるという感じなんですか？そうですね、よりスムーズに流れるっていうような感じだと思いますね。あれですね、1本のレーン竹をみんなでシェアしているとあれですよね、20玉流れてきてもその一部しか食べられない感じですよね。もう20玉全部食べたいんだったらその IPv6 がいいと。そうですね、はい、そんな感じだと思います。この IPv6 っていうのはどうしてまたその新しい通信方式ができたんですか？従来の接続方式では43億本の竹を使って、そうめんをリレーしていたような感じだったんですね。で43億本だとこう多いように感じられるかもしれないんですけれども、今ってこうインターネットをパソコンでも使うしスマホでも使うし、あとはこう車にもこうインターネット接続できちゃったりなんかして、もうとにかくたくさんインターネットを使うようになったので竹が足りなくなってしまったっていうような感じなんですね。はは、まあ、43億多いですけども、地球の人口だけで今65億ぐらいですよね。うんうんうん、確かに足んないですね。そうですね、でということでこう新たに IPv6 が使える、IPOE という接続方式を専用レーンとして用意したというような形です。実際その IPv6 になると竹の本数、はい、まあ、IP アドレスの数っていくつになるんですか？竹の数でいうと340巻
ていう数になるんですけれども、関という単位はですね、1億の1億倍の1億倍のさらに1兆倍っていうようなベラボーですね。そうなんですっていうような感じで、かなりたくさんの竹が使えるという形になります。はいはいはい、そんだけあれば1人3本4本ぐらいでは全然余裕ですねそうですね。あ、なるほど。はい、光回線ってよく通信が安定してるっていう話を聞くんですけれども、このそうめんに例えるとどういう状況なんでしょうか。そうですね、そうめんに例えると、途切れることなくこう絶え間なくそうめんが流れるようなイメージです。ははは。じゃあもう、はい、取る取らない関係なくいつでもそうずっとそうめんが流れてるそうですね、はい、自分の好きなタイミングで僕の周りだとたまに光回線、まあ、固定回線引いてなくってモバイルで全部やっちゃう人ってのいるんですけれども、モバイルを持っててもその自宅に光回線を引くことのメリットみたいなものってどんなものがありますか。そうですね、モバイルだと事実上流せるそうめんの量に上限があるような感じなんですけれども、うん、光回線だとそれがないので、やはりこうモバイル回線を引いてらっしゃっても光回線があった方が安心だなというふうに思います。ははは。あれですね、モバイルとかだと1ヶ月何ギガみたいなのがあるところを、ね、光回線はもう上限がない。そうですね、はい。ほうほう、なるほど、それはかなりありがたいですね。まとめると光回線の良さっていうのはこのそうめんでいうとどういう感じになるんでしょうか。はい、たくさんのそうめんをこうどんどん流せるっていうような感じなんですけれども、ずっとそうめんがたくさん流れてくるのでずっと満足できるっていうイメージだと思います。食いしん坊も満足できるのが光回線の流しそうめん、はい、いや、データプランということなんですね。はい、光回線を流しそうめんに例えるとこの無限にそうめんを楽しめる、まあ、そういうメリットがあるということは伝わったかと思います。実際に光回線を選ぶにあたって、うん、ソネットさんならではの強み、はい、ポイントって何かありますでしょうか。光回線を選ぶのにあたってはおかずの部分、これもとても重要だなというふうに思います。ソネットは今年25周年を迎えますのですごく力を入れています。25周年の感謝を込めて7万円キャッシュバック中です。さらに工事費相当の2万6400円割引、 V6 プラス対応ルーター永年無料、訪問設定サポート無料などお得な特典盛りだくさんです。めちゃくちゃたくさんありますね。そうですね、ちょっと今回はかなり頑張ってますね。ソネット光プラスを新しくご利用いただく方に利用開始後2回に分けて7万円をキャッシュバックします。ほうほうほう、7万円か。7万円だったら高尾さん何買います？そうですね、私結構前からソニーのウォークマンとあとはイヤホンも使ってるんですけど、ちょっとイヤホン耳につけてるところがちょっと取れちゃったりしてるんで、新しいのをそろそろ買おうかなと思ってます。あ、そんだけあったら最新のノイキャンモデルとあとウォークマンも新型のやつ買えそうですね。そうですね、あとソネットさんってソニーのグループ会社なんで、まあ、僕だったらやっぱ今欲しいのはプレステ5ですね。いいですね、プレステ5。本当いろいろ欲しくなっちゃいますね。工事費っていうのは、インターネットの回線をお客様のご自宅に引くときに工事が発生するんですね。工事費に相当する部分をネットの月額料金から割り引かせてもらいます。 V6 対応ルーターというのは、はい、冒頭にご説明した IPv6 あったと思うんですけど、はいはい、IPv6 は専用のルーターが必要なので、その IPv6 対応のルーターを永年無料でお貸し出しします。じゃあわざわざ新しく自分でルーター用意しなくてもいいんです。はい、そうです。最後の訪問設定サポートというのは、専門のスタッフがご自宅にお伺いしてインターネットの接続だとか、あとは無線 LAN ルーターの設定だとか、そういった設定周りをお客様の代わりに代行させてもらうというようなものになります。で、今回はですね、その設定の1台分が無料になるというものです。ははは、まあ、僕らみたいな慣れた人間なら自分で設定できるっちゃできるんですけど、まあ、言うても時間かかるんでお任せしちゃうのもいいかもしれないですね。いや、それにしてもめちゃくちゃ豪華ですね。なんかこのそうめん食べ放題フルコースって感じじゃないですかありがとうございます。やはり今年は25周年なので、これを機に新しいお客様にもたくさんソネットを使っていただきたいなと思って頑張って考えました。ぜひ弊社のホームページにも遊びに来てください。以上、ソニーネットワークコミュニケーションズの高尾さんに光回線の良さを伺ってきました。まだ光回線をお家に引いてない人、回線の乗り換えを考えている人はぜひソネットチェックしてみてください。